トゥインクルさんとキラリのクッキングショー。本日はお子様でも簡単に作れるレンジで簡単ピカピーピカチュウのオムライスを作るよ。トゥイン、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はなんとピカチュウのオムライスを一緒に作っていくよ。わーいわーい。よし、まず材料を確認してみよう。トゥイン、よし、まずお豆腐をボウルに入れて滑らかになるまで混ぜ合わせます。よし、次は卵を割っていくよ。みんな卵の準備はいいかな。卵を割るのはとっても難しいけれど、何回もやっていたらできるようになるよ。卵はテーブルの平らなところでコンコンするよ。ひびが入ったよ。あとはそーっと開いてみよう。みんなも割れたかな？あとはチーズとお塩も加えて混ぜ合わせます。あとはクッキングシートを敷いたお皿に卵の液を流し込んでいくよ。はい、あとは電子レンジで加熱していくよ。はい、ちょっと冷めるまで形を整えておくよ。あとはケチャップライスを作っていくよ。みんなの体を元気に整えてくれる野菜さんたちも加えていくよ。ふんわりラップをして電子レンジで加熱するよ。1分加熱したらご飯を加えてさらに3分加熱します。仕上げにバターを加えたらとっても美味しそう。あとはピカチュウを作っていくよ。卵の生地の真ん中にご飯を乗せていきます。丸く包んで形を整えたら、包み終わりを下にして形を整えて少しなじませます。 1,2 分置いたらクッキングシートを外して、いよいよピカチュウの顔を作っていきますよ。ピカチュウの耳、目、鼻、口は糊で作っていきます。かわいいお目目はチーズで、ほっぺはミニトマトで作ります。手作りのモンスターボールも飾ったら出来上がり。ピカピーピカチュウ。かわいいピカチュウのオムライスできたよ。野菜さんもたっぷりピカチュウオムライスの中に入って、みんなのことを元気にしてくれるよ。野菜さんはすごい。残さずしっかり食べようね。食